さあその方向を変えまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。これより第4クォーターに入ります。福岡教育大学、相手陣22ヤードからファーストダウン10。さあまずこのパスプレー通りました。タイトエンドにいた0番にパスを通しキャッチアンドランを図るというプレーですが、これは九州ディフェンスも集まりましてゲイン1ヤードに留めております。福岡教育大学セカンドラウンナイン。ナイスパスカット、パス不成功です。ここで右方向に展開したレシーバーへのパスを投じましたが、これを九州大学21番見事なパスカットを見せましてパス不成功に変えています。素晴らしいパスカットは21番の山田でした。千種高校出身の2回生。福岡教育大学サードダウン9の状況になります。しかしボールを相手陣21ヤード、このチャンスを生かしたい。さあこの判定どうなるか、ギリギリで止めています。フォースダウンに変わります。クォーターバックにはプレイアクションからカウンターを入れる形でワイドレシーバー0番にキャッチアンドランを図らせました。ヒットを受けながら前進した0番でしたが、しかしわずか1ヤード残っております。さあフォースダウン残り1ヤード、この攻防は非常に見応えある状況になりました。ボールオンは相手陣13ヤードの位置にあります。福岡教育大学フォースダウン残り1ヤード、中央のプレー、九州大学止めた。フォースダウンジャンプの失敗、4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。攻撃権は九州大学に移ります。攻防戦でしたが、この力比べは九州大学が上回りました。攻撃権変わりまして九州大学自陣13ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのプレー、キャリア10番、ハンドオフを託されまして中央突破を敢行し約3ヤードのゲインと変えています。キャリア10番は大石、須磨学園出身の1回生です。九州大学セカンドダウン7。成功。ここで右に展開しておりましたワイドレシーバー86番にパス、これを86番キャッチしましたが、その時点で膝をついていたため、ここでプレーが終了しています。ゲインは約5ヤードとなっています。キャッチしましたのはワイドレシーバー86番の大津でした。大分上野が丘高校出身の3回生。
九州大学サーダウン2。ハンドを隠されまして右を振ったクロー突破、相手ディフェンスを引きずるようにそのまま大きく前進し攻撃権更新です。九州大学ファスター、素晴らしいランをしたのは31番の長友でした。延岡高校出身の2回生です。さあ自陣37ヤードに入りましての九州大学ファスター運転、成功。クォーターバック3番、左に展開しているワイドレシーバー11番にパスを通し約3ヤードのゲインに変えています。パスを投じましたのはクォーターバック3番の山形、灘高校出身2回生。取りました11番は小玉、岩田南高校出身の2回生です。九州大学セカンダウン7、1番左オープン展開し攻撃権更新です。九州大学ファスター、ヒットを受けながら見事攻撃権更新果たしましたのは九州大学の1番の中村、1回生のランニングバックです。九州大学自陣47ヤードからファスター運転、ランニングバック10番反動を受けまして左を2クロ突破、約5ヤードのゲインに変えています。10番は大石、須磨学園出身の1回生です。相手陣に入りました九州大学、相手陣48ヤードからセカンドダウン5、ハンドを受けまして左を2クロ突破、攻撃権更新です。九州大学ファスター、攻撃権更新果たしたのは31番の長友でした。九州大学相手陣38ヤードからファスター運転、11番タックル受けながらそれをキャッチアンドラン決めまして攻撃権更新です。九州大学ファスター、粘りあるキャッチアンドラン決めましたのは11番の児玉、岩田南高校出身2回生です。九州大学相手陣27ヤードからファースター運転、タックルを外して右サイドラインを独走、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。17番野原、海洋中学校教育出身の4回生が素晴らしいパフォーマンスを見せましてタッチダウン重ね、ここで6点追加となっています。このキックは失敗、6点止まりとなります。九州大学30点、福岡教育大学0点となっています。
さあ、さまざまな人員を投入しまして、タッチダウンを上げました九州大学のキックオフで試合再開となります。選手が抑えまして、向こうが教育大学自陣35ヤード付近からの攻撃に変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。教育大学自陣37ヤードからの攻撃に入ります。ファーストアンテン、パス成功。クォーターバック2番ワイドレシーバー8分7番にパスを通しまして約8ヤードのゲインと変えています。87番は谷崎、八女高校出身の1回生です。福岡教育大学セカンドラウンド2パス成功。攻撃権更新ファースター。ここでクォーターバック2番ワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新です。福岡教育大学ファースター。2周点見事にキャッチしましたのはワイドレシーバー1番の古川、霞ヶ丘高校出身の4回生です。福岡教育大学相手陣48ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここで内側から切れ込んできたワイドレシーバー1番にパスを投じましたがこれはキャッチできずパス不成功となっています。福岡教育大学セカンドアウンテン、3番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権は九州大学に変わります。見事インターセプトしましたのは33番の長井、酒井、金沢泉ヶ丘高校出身の2回生です。九州大学相手陣41ヤードからファーストアンテン、さあここでイエローフラッグ、反則が発生したというフラッグが投入されています。
オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤードバッタリとなりまして、ファーストダウンやり直しとなります。九州大学自陣49ヤードからファーストダウン20で試合再開です。パス不成功。クォーターバック3番左にいましたワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、パスのコントロール誤り、パス不成功となっています。九州大学セカンドダウン20、パス成功。クォーターバック3番内側に切れ込んできたワイドレシーバー36番にパスを通し前進をしています。しかし攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。ここで反則が発生しておりました。どのような反則でしょうか。コールを待ちましょう。イリーガルフォーメーション、オフェンスの反則です。先ほどのフォーメーションに不備がありました。本来あるべきポジションに選手がいない状態でプレーを展開しましたので5ヤード抜退し、先ほどのプレー無効となりまして、セカンドダウンやり直しです。オフェンスチームにはさまざまな制限があります。バックスの選手は4名以下、最前列には7名以上いなければいけないというさまざまな条件がありますが、このいずれかが守られていなかったという判定です。さあここを中央のランプで投入しました。何枠1番タックル受けながらスピンムーブ入れて約5ヤードのゲインに変えています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。さあ試合再開となります。九州大学サードダウン20、パス不成功。クォーターバック3番プレーアクションからロングパス投じんとしましたが、カバーされてためパスを投げ捨てました。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。
九州大学フォースダウン20パントフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがタッチバックとなった場合には相手チーム自陣20ヤードからの攻撃に変わります。攻撃権は結果的に変わりまして福岡教育大学に変わります。試合終了の時が近づいてまいりました。それまでに福岡教育大学得点になるでしょうか。自陣20ヤードから福岡教育大学ファーストダウン10。パス成功、ファースト。クォーターバック2番のパスをワイドレシーバー1番見事キャッチしまして攻撃権更新です。残り時間2分を切っているのでチェーンがセットされるまでは時計が止まっております。福岡教育大学ファーストダウン10。ファースト。再びワイドレシーバー1番これをキャッチしまして攻撃権更新です。福岡教育大学ファースト。さあプレーを続行します。パス成功。今度は10番にパスを通し5ヤードのゲインです。しかし中で倒れているため時計が回ります。失礼しました。取ってすぐに外へ出ていたようで時計が止まっております。福岡教育大学セカンダウン5。パス不成功。ここで中央を蹴り込んできた87番にパスを投じましたがわずかにオーバースロー。サードダウンに変わります。福岡教育大学サードダウン5。パス成功。しかし中で倒れたので時計回ります。残りここでホイッスルになります。ここで福岡教育大学後半1回目のタイムアウトを取ります。
さあタイガーを届けまして試合再開です。試合時間残り52秒。福岡教育大学フォースダウン2ギャンブルです。キュービーさあここでクォーターバックパスを投じると下がりましたが、それを見計らって九州大学46番殺到しました。キュービーさんここでプレー終了となりまして4回目の攻撃失敗、攻守交代となりまして九州大学の攻撃に変わります。素晴らしい QB サックを決めたのは46番の森岡でした。須磨学園出身の2回生です。九州大学ファーストダウン10、中央のランプレー。しかしこれは福岡教育大学ディフェンス踏ん張ります。ゲインは1ヤード。しかし中で倒れているため時計が回り続けます。九州大学セカンドダウン10。バック36番中央切り込みまして攻撃権更新です。九州大学ファスター、ここで試合終了となりました。試合終了いたしまして九州大学パルカス30点、福岡教育大学ライオンズ0点で九州大学の勝利。九州大学パルカス全勝優勝となりました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。戦いを期待したいと思います。今日は応援に来ていただきありがとうございました。次回戦に出場することになったので、部員一同、また最後まで応援してくれるか頑張りますので、応援、次応援のお願いをお願いします。終わりました。
ましたが、しかし見事な戦いより素晴らしい戦いでした。入れ替え戦出場になりましたが、突破することを期待したいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速おぼちん車少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、ついに果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き過ぎた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すのかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は九州社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その配信を本日担当させていただいたのは私、道楽屋理茶でした。機会許されましたらこの後の試合もやらせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。